皆さんこんにちは。今年最初のピクテマーケットフラッシュです。今日は弊社客員フェロー、田中さんとの対談になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今日年初ということなんですけども、年初は日本も含めてアメリカも含めて高かったんですけども、その後1月5日の12月の FOMC の議事要旨、ポイントが出て、そこを警戒してマーケットが大きく下げたように見えるんですけども、田中さんいかがでしょうか。昨年来ですね、金融相場がもう終盤だということで、これがどういう形で、次のステージに移るのかということを注目してきたんですけれども、その中で一番きっかけ要因として見てたのは、債券市場なんですね。これから利上げだ、インフレだって言ってるのに、長期金利が異様に落ち着いている、これが動揺するようになると、金利上昇に対して株式市場が反応し始めると、そこを注目してたんですけれども、年末の休暇シーズンから年明けになって、その最初に株式市場では投資家が買いたい気持ちもう満々できた。そうですね。ですから最初からボンと跳ね上がりましたよね。ところが債券市場では1月5日の FOMC 議事録の中で、おそらく利上げの前倒し、それから QT 量的緩和を引き締めに転じさせていくっていう、この議論が出てるだろうという警戒があったので、債券も冒頭から売られたんですね。そうですね。それで、私自身はもうまずは株式投資家買いたいから高く寄ると、でその後この金利上昇を見て、それでも押し切って進めるほど相場はタフじゃないと思いますよっていうことを、ツイッターなんかでずっと流してたんです、でやっぱり初日は上がって、金利を見て下がったけど、下がったところでまた買いたい人たちが買い上げた、2日目も高寄りした、でここでおしまいです。やっぱりその後は金利の上昇が怖くて全部反落にする。でこれは金融緩和が終わるんだっていうところから引き締めに至るところというのは、金融相場が終わって、その後業績相場ですけど、間に典型的には中間反落期っていう、その局面転換に伴うところの相場の調整場面っていうのが過去にも何度も起こってるんです。今の話として、まず金融相場が来ていたのがこの年末年始で反落ですから、新しい業績相場に移るために一度調整が起きていると、そこに入ったということですか、ね、そうですね。でこれは利上げ開始前後までは少なくとももたもたしますので、これから先ちょっと長い調整との戦いになってくるっていう場面ですね。でその胃の一番が、債券の落ち着き方が同様に変わったっていう、ここになると、ですから私はもうこの一点でずっと見続けてたので、もう年明け早々から中間反落期入りということで判断して、もうポジション調整から何から対応していったっていう、こういう流れになってるんですね。多分今株式マーケットだけ見てる方でいくと、今申し上げた田中さんから話があった債券市場の動き、そこまで詳しく見てない方でいくと違和感があるんですけども、私自身もアメリカも含めて日本も含めて株式市場年初はしゃぎすぎだなと、ただ裏を返すと多分年末年始ポジションを持ちたくなかったと、で新たに仕切り直して買ったんだということでですね、ただやっぱり中身を見ていくと、上昇はしてるんですけども、中身は結構変わってきたなというのがですね、実はあるなと思ってまして、やっぱりこう金融だとか、あと逆に上がっていたテクノロジーが若干売られたりとか、そういった動きはあったなって感じるんですけども、そんな感じなんですかね。そうですね、典型的には金融相場っていう時には総じて全体が上がってくる、でも2021年ってテーパリングだって言ってみんな警戒しましたよね。最終的には FRB が市場との対話をうまくやって軟着陸させたので、ここでの中間反落的な要素っていうのは非常に限られてた。で全体とするとグロースはいい、それから景気バリューもいい、ただハイパーグロースって言われてるような銘柄群はポジションの上のしこりが重たいので上がりきれなかったぐらいの感じで21年をクローズして終えたと。でこの先の中間反落期ってなってくると、やっぱり収益とか需要を伴っていないハイパーグロース系はまず軒並み圧力を受ける。赤字とかバリエーションが高すぎる銘柄っていうことでしょうか。そう、これからっていうね、みんなの期待で買われてたものはやっぱり金利の上昇に合わせて一旦は
利益確定売り、それから損切り、まあ、そういったものがアイテムになってある程度落ちると。それから需要を伴っているグロース系はそれに伴って調整はするけれども、相対的には底堅い。どこかで逆にそういった銘柄についてはリバウンドがする可能性があると。はい。から株式市場全体が圧迫されるので、景気銘柄もそれなりには売られるものが出てくるんですけれども、相対的には浅くて、その中で、いや、金利が上がるんだったら金融いいんじゃないのとか、あるいはもう相場と無関係に買える高配当とか、まあ、こういうところがとりあえずの避難先になってくる。そうですね。あともう一つは景気そのものがいいので、例えば資源系ですね、こういったものはそれなりにトレンドとして買っていいんだろうという買い方は出るんですね。だからそれが株全体がこうぐらつく中で、そういう浮き沈みをこう見ながら、あ、やっぱり本当に金利上昇局面らしい色合いが出てきたなっていうのが、もう本当のこの1週間2021年の少なくとも前半の縮図を全部見せたっていう感じに見えるわけですよね。多分12月ぐらいからそういう流れが、まあ、日本株でもアメリカ株でも来ていたと思うんですけども、その流れがやっぱり今年全体の動き、1年間通じた動きにつながると、はい、そういう見方でしょうか。そうですね。やっぱりそれは金利が上がったら怖いっていうこの部分について、年初の債券金利全般がボンと上がるっていうことによって喚起されたっていう展開になっていると。今までどちらかでマーケットっていうのは、私は違うんですけども、マーケット参加者の強気の方を見てると、利上げテーパリングが終わって、アメリカが利上げを何回しようが、今までは株は上がってきたじゃないかと、だから中間半島なんて反落なんてあるわけないだろうという形で多分年初入ったと思うんですけども、やっぱりその1月5日のですね、先ほど申し上げた12月の FOMC のこの議事要請を見ていくと、要するに利上げは急いで、かつ今後今あったその QT ですよね、量的金融引き締めを今までは結構時間をかけて、半年、1年半とかかけてゆっくりだったのが早まるんじゃないですかってことが、まあ結構サプライズ、それでやっぱ慌てて、そこで踊らされていたっていうと語弊があるかも分かりませんけれども、投資家が一気にですねスタンスを変えたというふうに見てるんですけども、それは間違ってるんでしょうかね。いや、それはもうご指摘の通りだと思います。ただ年末の時点で、はい、FRB の高派の幹部からそういう QT であるとか利上げ前倒しっていう話はもう出てたので、はい、まあ、そうであればこそ債券投資家は休暇中もみんな気持ちが落ち着かなくって年初から売ってきたんですね、債券を。まあ、そのことの反映が出たんですけども、株式投資家は年末買いたいけどみんな休んでて上がらないし、上がらないと、まあ、寄り付きと引けだけ落ちてくるっていうね、はい、そういうのでこうやきもきしてたので、もう年初は買いからっていうふうに決めてた。まあ、このコントラストがものすごく強かったので、株式だけ見てるとなかなかそこの温度差みたいなものが見えなかったんですけれども、はい、相場全体として見ると、ああもうこれで金利が上がってくると株もぐらつくなっていうところに入ってきたということですよね。今先ほど田中さんからあったそのハイパーグロース系が中間、反落の中で下がっていくよ、要するに業績相場から金融相場に移りにあたって下がっていくよってことなんですけども、私がまあ当然ながらアメリカ株も見てますけども、日本株見ていくと、特に視聴者の皆さん、マザーズって結構ですね注目されている指数なんですけども、もうずっと去年のもう年王から下げ続けて、12月も大きく下げて、1月に入っても下げが止まらないと、はい、まさにそのバリエーションが高くて、でかつその業績面で不安が出てきている、まさにその金利上昇に耐えれない、もっと言うならば今後そのどうでしょうね、コストが上がっていくことに対して耐えれない銘柄、まあ、そういった意味で売られているんですけども、多分日本の投資家はそれを信じたくなくて、やっぱこのマザーズをこうおしめ買いしたいっていう中でですね、結構今ポジションの中で厳しい局面の方もいるというのをお聞きしてるんですけども、まあ、そこではもう実際にマザーズとかではもう始まっていたっていうことなんでしょうか。マザーズの場合はですね、いくらか要素の違うところがあって、はい、いわゆるこう金融相場、コロナ相場の第一波が強すぎたっていう面がありますよね。アメリカのナスダックだろうとなってると全てアウトパフォームした。そうですね。で、歴史的に振り返って日本の投資家が先んじて自分たちのマーケットを押し上げてっていうのは、はい、1980年代のバブル期以降ほとんどないんですよね。で、大半は逆境に回されることが多かった。そして相場が上がるときにはむしろ売り手になって出てくることが多かった。で、最後の最後に上がったところで買ったので、
ババをつかむっていうことが多かったっていうのが日本の投資家の歴史上繰り返してきたパターンなんですけれども、うんうん、マザーズだけはコロナが落ちていくときに個人投資家の中でこれインフルエンサーとかの影響もあると思うんですけれども、はい、中小型株で天馬川を狙うっていう、うん、これがあのかなり認識としては定着してたので強烈な勢いでここに買いが入りましたよね、はい、でプロがみんなまだ先行き不透明だって言ってヘッジをしている時から買ってきてで相場が上がってその後1ヶ月2ヶ月してプロがこれは大変だって言って買ってきた。それでもう一段上がった。で気を良くした個人そこでも買ってった。でも秋にはもうピークつけちゃうんですね。そうですね。で私あの時はあの本書いたんですけれども逃げて勝つっていう本なんですよ、はい、逃げて勝つ。なんでかっていうとああいう買い方を見た時に日本の投資家は歴史的には後手に回って買うことが多かった。それから今回のマザーズもそうなんですけど買ったのはいい。これ本当に歴史的にも画期的なことで日本の投資家が先んじて個人投資家が先んじて動いたっていうところはいいんですけれども買った時点で売り方って考えてないですね。そのせいでここでもうそろそろピークですよっていう兆しがそこら中に出ているにもかかわらず売ることをせずに抱えてきて結果的には大変苦しい状態に追い込まれた。だからああいう上がり方をしたものっていうのはそれなりに売るっていうこと自体が重要な選択肢になってくるのでこのイメージがないと結局ずるずるいってしまう。あの私も以前あのファンドマネージャーをしていたことがあるんですけども、うんうん、多分その視点にプラスですねやはり流動性なんですよ、うん、大きなポジションを持っている例えば海外投資家もしくは国内投資家でもですねやっぱりそういった今あの利上げをするアメリカが利上げこれから QT が始まるかもしれないってなるとまず流動性の低いその中でバリエーションの高いもの赤字のもの、うん、こちらを先に売っていかないとまず売り切れないんですよね、うんはい、で多分今回はそれ以上に海外の投資家がですね、まあ、表にはまだ出てませんけども私は今の局面で先に売ってきたのかなと、うん、そういった意味でですねあの日本株になりますけどもあのその炭鉱のカナリア的なものがマザーズにあって、うん、ですので私はまあ去年からずっと小型株についてはまあカナリア的なことを申し上げてたんですけども、うんまあ、年末のところでその債券の中でも本当にサインが出てたということで、うんまあ、ここは今後とも私はしっかり見ていく必要があるなというふうに思っています、うん、やっぱりあの2021年日本の個人投資家が久々に買い越したなんていうニュースも流れてましたけれども、はいそうですねまあ、基本的にですね買っちゃいけないときに買ったっていうことなんですよね、うん、本来であれば金融相場の後半戦なので、はい、そのどうやめていくかどうポジションを整えていくかっていう場面なんだけどもここに至って買い越したっていうこと自体はそんなに褒められた話じゃない。だから私はあの基本的に相場というのは追い風に乗って買う風が巻いたら、はい、それはポジションは少し減らして投資余力を残すっていうこれのもう単純な繰り返しだと思ってるので2020年はもうコロナ禍で金融相場しかも超がつく金融相場ですよね、はいだからこれはもう人生で滅多にないチャンスだということを言い続けた、はい、21年はテーパリング警戒があるからひょっとしたら逃げ時っていうのがあるかもしれないって言いながら FRB がうまく対話をしたの で、 そうです、ね、大したショックはなく来て年末まで、まあ、総じて言えばよかった。ただ個別にアクティブにやってた人はグロースだのなんだのって言ってしょっちゅう受け沈みがあってうまくいかなかった、はい、22年はこれが本当に利上げとぶつかってくる局面になるので21年に軽度で受けたこう横演習をですねもっと実地でかなり厳しくやる場面があるというふうな認識なんですよね。わかりました。そうしますとやっぱりそこをしっかり見ていくっていう意味でも今回まずアメリカで利上げがありました。その後さらに QT という量的引き締めがこれから起ころうとしています。このタイミングとかあとはそのどれくらい続くかとかどこで終わるかとか多分ここがポイントになると思うんですけどもアメリカの利上げについては、まあ、最初3回って言われていたのが今債券市場では4回ぐらい織り込んでるんですかね。それがなんか早まったイメージがある、うんうん、まずここについてのご見解と、うん、あとその QT という量的引き締めこれも多分まあ来年以降じゃないのっていう見方だったのが、うん、今足元もしかしたら今年の夏でも起きるかもという、うんそういった早い見方をする方もいます。田中さん自身はこの利上げの回数、うん、あとそのタイミング、うん、あと QT のタイミングこのあたりについて、うんもしお考えがあれば
お願いできないでしょうか。そうですね、その利上げが3回か、はい、あるいは4回以上なのかっていうね、この分かれ道っていうのが、はい、実際に年王あたりまでには来るんだという思いは、年王までにははっきり分かってくるってことですか。つまり向こう 3,6 ヶ月はですね、はい、一時的だと言われていたインフレ要因がどう収まるのかなっていうことを見ていく、はい、うん、現実に収まるものもあるし、そういう兆候も出てるんですよね。で一方で、例えば消費者物価に占める貴族家賃、はい、これはまあ遅れて上がってきますっていうことも言われてるし、景気自体が良くなっていくんだったら資源価格も基調的には高い、はい、まあ、原油であるとか燃料価格が上がってきてるからっていうことのコストの圧迫もある。そしてそれが賃金インフレにスパイラル上でつながっていくっていうことになると、年後半インフレ加速もっていう可能性はある。うん、で当面はですね、FRB が高波に傾斜しているので、はい、市場は特に債券市場はそっちを警戒しますよね、うん、はい、ただ現実には先ほどのように一時的なインフレがだんだんちょっと弱まるかもしれないっていうところと、それからもう一つは数字の点で基準年効果ですね。基準年効果、2021年のインフレ率が高かったので、はい、そこを基準にした22年の数字が相対的に低くなって出てくるっていう、ですからそういうことのインパクトを考えると、いや意外とインフレって怖がってたけども、はい、まあ FRB が今見通しで希望的観測に出している見通し、あれに近いような、まあ鈍化の兆候出てきたね、だったら年内3回の利上げでいいかもっていう、その可能性もありますよね、うん、はい、私はどちらかというとまだこちらの方にベートを置いてみて、後者ですか、ええ、要するに年3回で連合ぐらいには収まる兆しが出てくるということでしょう。収まるというよりも、まあ、収まるというよりも鈍化ぐらいですよね。鈍化ですか、はい、でその可能性を残しつつも、だけれども向こう 3,6 ヶ月は、はい、いやインフレが加速するんじゃないっていうふうにマーケットの方は気にし続ける、はい、だからこの時期に株式相場もそれなりの調整というのを被る可能性があって、うんうん、年半ばぐらいまで行って結構調整した後に、いやもうだいたいインフレにちょっと落ち着いてきたし、4回の利上げって言ってたのがマーケットの見込みが 3.5 になり、はい、3.3 になりって降りてくるときに、株式相場がいやもうこれだったら利上げペース今までよりもちょっと下げて、で QT もそんなには急がなくってって言った時点で利上げと株高が相伴うという業績相場らしい予想が出てくる可能性があると。これがまあ早い展開ということですね、はい、で現状は予断持たずにもう確率論的に、まあ、確率論って言っても主観的確率ですよね、はい、その中で、そういう2つの可能性っていうのを見比べながら慎重にポジションを整えていくっていう場面なので、まあ、ここはあまりこう強い見通しっていうことではなくて、ね、枝分かれがあるんだと、シナリオに分岐点があるんだっていうぐらいの捉え方でいいんだというふうに思うんですね。そうすると今利上げのところは大変よく分かったんですけども、うん、その QT 量的引き締めについてはこれ時期的にどういう見方をすればいいんでしょうか。これもやっぱりインフレ次第ということになるんですけれども、はい、インフレがやっぱり一時的だって言ってた部分、それはそれで強く出たねって話になると、はい、その後落ち着いてきたときに、保有している債券が、まあ、できる限り満期が来たものから減らしていきましょうという、はい、まあ、自然な減らし方ですよね、はい、これがまあ一つの見方ですよね。でこれに対してインフレが加速しているし、 FRB のスタンスとしてもっと量を引き締めなきゃ、持ってる債券を売って資金吸収しなきゃっていうふうに傾斜するかどうか、これももうその年後半以降のインフレの加速次第っていうことなので、現時点で FRB も何か決めてるわけじゃない。ただ彼らはやっぱりインフレと戦うっていうことが本務なので、その点でいうと当面はそちらサイドの方の可能性に目を向けて、マーケットに対しても高橋氏を我々揺るがないですよと、我々インフレときっちり戦って収めますよっていうことを言い続けなきゃいけないっていうスタンスになってるんですよね。しつこいんですけども、そうするとその QT という量的引き締めの時期が見える、うん、そのインフレとの兼ね合いってことなんでしょうけども、だいたいそこがそのアナウンスされる FOMC という会議が、うん、何回かこう、1ヶ月2ヶ月ごとにありますけども、うん、その中で見えてくるのか、その直近のように議事上司で分かるのか、パウエルさんの発言なのか、うん、いろんなところで見えてきますけど、その発言するタイミングと実際にその QT がスタートするタイミングは翌月とか、そんな感じのイメージなんですかね、うん、そうですね、まあ、3月でテンパリングが終わる、はいはい、で
ひょっとしたら最初の利上げはここじゃないか、そういう見方もありますよね。そうですね。そうすると3月の FOMC からもう1回ごとに6月ぐらいまではものすごく神経質だというふうに思ってます、はいはい、うん、もちろんその前の1月末の FOMC も、はい、これもやっぱり、その中間にあってマーケット気にしますよね。そうですね。だからこの時期まで相場がまだ持ちこたえていればちょうど決算の時期と FOMC と、で FOMC 過ぎて少し安堵感があって決算がいいからということで持ちこたえる時期があれば、はい、マーケットの中ではもう大丈夫じゃないかみたいな声も出るかもしれませんけども、利上げとの攻防というのはその後なので、私は2月3月ってたどっていくとやっぱり相応の調整というのがあり得る。うん。そして3月の FOMC が具体的に動き出す第一歩で、はい、その後1回ごとにまたやるのかどうかっていうことはもうずっと気にしていく。でマーケットがある程度ですね、これぐらいのインフレだったらこれぐらいの利上げペースじゃないのっていうことを考えながら、そこにパウエル FRB 議長が折々スピーチで、はい、お墨付きを与えるという形になると利上げペースを織り込んだ、だったら業績でいけるよねっていう、こういう判断になってくるってことなので、まあ、この3、6月の FOMC を経ながら年後半にインフレが落ち着いていくかどうかという段取りで見ていくという道筋を今イメージはしてるんですね。わかりました。そうしますと、今あるまずテーパリングっていうのは3月に終わります。そこから利上げが早ければ3月もしくは4月5月6月、うん、年前半にスタートするでしょう、うん、それがまあ3回4回もしくは2回で収まるかもしれないということも見えてくるでしょう、うん、でそうした中で収まらなければ、やはり今言ったその量的引き締め、うん、こう売っていくような QT もあるかもしれない、うん、そういうふうにこう順番に一つ一つきめ細かく見ていくということが大事なんでしょうか。そうですね。やっぱりリスク分岐がものすごく多い年だということはやっぱり考えなきゃいけない、はい、でこれもですね、私ここ最近ずっと強調してるんですけれども、はい、昔アメリカの財務長官やってたロバート・ルービンが、はい、ルービンさん、蓋然性思考っていうことを言ってるんですね。で彼は非常に守備よく政策を遂行した、どうしてっていう時に、もともとゴールドマン・サックスのトップですよね、はい、で金融的な発想があると、で彼の蓋然性思考っていうのは確率評価でやるんですよと、でいろんなことがあり得る、でも絶対確実なものはない、ないにもかかわらず判断しなきゃいけない、はい、そしたらそれぞれの可能性を評価して、でその中で最適だと思うものを選んでいくしかないと、うん、で結果的にそれが失敗のこともあり得る、でも失敗の結果ばかりではなくて、その場合なぜこの判断したかっていうプロセスが重要だ、はい、でこれは金融のプロとしては、まあ、常日頃やってることですよね、はい、ですからこういう場面で金融相場って追い風が吹いてるって言ったら、まあそれに思いっきり乗るんだけれども、はい、もうそれが終わるんだっていう中間反落局面になった時は風は巻いてるので、いろんな可能性シナリオ分岐について、まあ、主観的にでも確率評価をして、で最適と思うものをこう選んでいく、でどちらに転んでも大丈夫だというような資産の保全とか、あるいはその後に備えるポジションの整備であるとか、まあ、そういうことで攻めるのか、あるいは撒いてる風そのもので投資を取りする短期投資なのか、まあ、こんなことをですね、それぞれの投資家のスタンスの中でやっていくっていうことですよね。ありがとうございます。そして今その利上げ、量的引き締めの QT、 これやっぱりインフレがすごく関係してますねってことなんですけども、違う角度から一つ質問させてください。これをやっていく上で私はすごく大事なのが、パウエルさん自身が今回一応再任されましたよね、うん、再任された理由、表にはストレートに出てきませんけども、やはりアメリカの中間選挙、うん、ここを意識して、で今いる大統領、バイデンさんがやはりインフレを一番気にしている、それでやっぱり支持率が上がらない、ですのでどうしてもインフレを抑えてほしい、インフレファイターになれみたいなところがあるような気もするんですけども、うん、そうするとやはり少し早め早めにですね、気を使ってって言ったら言い過ぎかも分かりませんけども、うん、早めに、特にその11月が中間選挙であれば、まあ、少なくとも6月7月の夏ぐらいまでにはある程度目処をつけないと、うん、何やってるんだってことにならないかどうか、うん、まあ、要はお聞きしたいのが、このアメリカの中間選挙に関わるところと金融政策の絡み、
うん、私いろいろ聞いてるとですね、金融政策を語る人は、まあ、意図して語ってないのか分かりませんけども、このアメリカの中間選挙のことをあまり一緒にセットにして語らないんですよ、うん、皆さんが、うん、僕は、ね、セットにして語るべきだと思ってるんですけども、うん、ここはいかがでしょう、うん、やっぱりあの政治の年であることは確かなんですけれども、はい、まあ、ここはですね、両刃の剣というか、はい、高橋性を強めてインフレファイターとしてやりすぎると株価が落ちて、 そうですね、それによって、景況心理悪くしてしまうっていう面が一つありますよね。おっしゃる通りです。これもう一方は、いやインフレを抑えないと給付金だなんだとか言って貯蓄増えてたって言っても、その分インフレで目減りしていくじゃないかという部分、はい、うん、これ両面がもう常につきまとってしまうので、はい、どちらも取らなきゃいけないということは、前半早いうちにちょっとインフレファイターとしての姿勢を見せて、はい、そして、そのインフレとして足元高まっているものが落ち着いてくるっていうその兆しをつかんだら、それはそれで配慮も示さなきゃいけないっていう流れになるんだというふうには思ってるんです、はい、で今年 FOMC の新しいメンバーもハト派の人たちが多いということもあるので、はい、その点ではちょっとそういう落ち着いてくる状況があると市場との対話ということにまた目を向けて、株価もある程度は配慮しなきゃいけないっていう方向になっていくだろう、まあ、これも私の先ほどの年後半は業績相場として行く道筋というものを、まあ、どちらかというとまだメインシナリオにしてますよと、シナリオ分岐があるにしてもそっちですよというふうに捉えている一つの理由ではあるんです。よくわかりました。そうすると今金融相場から一回この中間反落があって、その後業績相場で株価が上がっていくだろうという、まあこう、はい、N 字型で上がっていくイメージ、はい、この数ヶ月間は我慢、もしくはその仕込むポイントってことになるかも分かりませんけども、まあ、その展望のその見方の再確認と、実際にその投資家、多分こう見られている視聴者の方々がですね、どういうふうにですね、投資家として対応すればいいのか、まあ、ここを最後に教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。相場って一本調子じゃない。はい、で追い風の時にはとにかく無条件に乗っていくっていうのが筋だ、これが2020年、はい、21年だったというふうに申し上げましたけども、はい、22年調整がある、はい、で多くの人たちは怖いと思うかもしれません、はい、だけれどもこれ21年の最後の方、私は金融相場は後半終盤ですよって言って、はい、そうするとこの相場の上積みのところを取りに行きますよね。果たしてこれがいい投資なのかということになるわけです、はい、この後半終盤といったら逃げ時の方が重要なんですよね。いつ辞めるかっていう、でここで逃げていてキャッシュを確保すれば相場が下がった時には買い場として対応できますよね。チャンスとしてできる、うん、で基本的にはこの下がったところで買ったものはその後の回復分含めて、失地回復分含めていいパフォーマンスになるという傾向があるので、はい、相場の醍醐味っていうのは下げ顔をいかにチャンスと考えるか、ピンチがいかにチャンスとして捉えられるかって、ここに尽きるんですね。おっしゃる通りですね。ですから私自身の認識はそういうふうに投資余力をいかに確保するかっていうことが初期段階においては重要だ。この年前半ですね、ええ、はい、でそれがフル投資をしていて危険なものを持ってるっていうんだったらそれは減らしてキャッシュに変えて、売ったところよりも安く買えるんだったらもうそれだけで成功だっていうぐらいの割り切り方が一つ必要だ。要するに去年高く買っていても、うん、要するに物によってはそこでやっぱり損切りっていうかロスカットもやっぱり考えていくべきだということでしょうか、うん、そうですね。それからもう一つはそれよりも長い期間、はい、例えばこのコロナ相場の2年間だけじゃなくて、はい、その前5年前から10年前から投資してますよというものすごい含みじゃないですか。この方は中間反落ぐらいで落ちてもそれって税金の範囲内だよねって言ったら売る必要ないわけですよね。そうですね。で投資余力の一つの考え方は達観できるってこと自体も投資余力なんですよね。達観、ええ、だからそういうポジションの人は慌てる必要はないのでまだしばらく様子見ましょうってことでいいわけです。だから達観なのか投資余力としてのキャッシュを確保するかっていうことが、まあ、入り口、自分はどういうスタンスでやっていくかってことの重要性になってくる。でそれ以降に関しては先ほど来申し上げているようにですね、下がったことがチャンスだと思えるような投資スタンス、投資の構え方っていうのを維持するっていうのが基本的には一番大事っていうのが私の発想なんですね。ですからこれ中間反落せっかく起こるんだからここがチャンスだと思える人はその後の業績相場に向けてゆっくりとポジション構築していくのもいい、はい、つまり時間分散でタイミング分かったけど時間分散で買っていくっていうのも一案、それから
十分下がったなと思うときに次の狙い目はこれっていうことで、例えば需要の裏打ちのあるグロースを買っていくなんていうのも狙い目、はい、でその手前からいやこういう中間反落期でも強いものっていうことで、はい、地味かもしれないけれども高配当だとか、まあ、景気バリュー系ですよね。それからまあ資源とかも、まあ、上下度あるかもしれないけども基調としてはいいんじゃないか、まあ、こういうことにウェイトを移していくっていうのも一つだから、いろんな工夫の仕方はあるので、まあ、これ怖がるばっかりじゃなくて、はい、まあ、願わくばその投資余力を確保してチャンスとして、はい、まあ、想像力を生かすそういう場面として、迎えていただきたいなというのが私の思いです。わかりました。非常に今日はあの深い話をいろんな角度からお聞きしましたけども、うん、そうすると今年はどこかで、買うチャンスを待って、っていうタイミングが来るということなんですけども、やっぱり今年はそういった可能性が非常にメインシナリオって言いましたけども確率としてはやっぱかなり高いということなんでしょうか、うん、まあ、世界経済が崩壊するとか、はい、インフレで全てが台無しになるとか、はい、そう思わないんだったらこれはやっぱり下がったところはどこで買うんだろうという目で見続けるっていうことですよね。わかりました。今田中さんからあったそういったリスクが起こらない限りは下がったところは強気で対処していくべきだと、はい、達観する心が必要だということですね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。